天命を得て進む芝氏の前に蜀の抵抗もついに力尽きる。蜀帝龍禅は戦乱の被害を最小限とするべく魏に降伏。ここに蜀は滅亡し、龍禅は成都の地で軟禁される身となった。しかしこれを聞いた蜀の大将軍姜維は激高。残った蜀軍をまとめ上げると剣土将来を期して潜伏した。一方芝氏は都に勝利の報告をすべく鐘海にその任を託す。都へと走る鐘海だが、この時彼の中でくすぶっていた野心が芽吹く。己こそ帝たるべきもの、義弟双方を廃し己が禅譲を受ける。野望に燃える鐘海は洛陽へ入るなり、手勢を率い宮殿へと走った。時を置かずこの騒乱は洛陽で隠遁生活を送る智者の耳にも入る。愚かなる野心をくじくため、芝居と張春華が今一度戦場に立つ。戦も人も私の思い通り。なんだ、わがし。報告、鐘海殿が反乱を起こしました。生徒から戻った兵を従え、この宮廷へと攻め来ております。くだらん。青二歳のダダなど死や生にあやさせておけ。旦那様。なんだ春夏。隠居で食い意地ばかり張ってしまわれて、今あの子たちは外政のさなか、この洛陽には私たちしかおりません。ならば賊を討つのは私たちの役目。よろしゅうございますね。やむをえんか。思慮もなく暴れる愚か者め、この私がしつけてやるとしよう。あの青二歳は帝の身柄を確保する気だ。敵の薄い西側から玉座の間に向かうぞ。東へ。すでに帝の身を確保しておく。
遠くへは行っていない。探し出すぞ。力を欲しい。呆れるわ。自らの手で掴んでこその天下だな。旦那様、発言が危ねればいいわ。かわいがってあげる。天下を探すのをおとなしくしてね。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。手加減してやってはどうか。かわいがってあげる。
った。早くこの逆賊を何とかするのだ。どいつもこいつも私の邪魔をするな。私は選ばれし人間。こんなはずではひどいじゃないですか。引退したならそれらしく追いさらばえてくれればいいものを。こうやって古い人間がいつまでも居座っているか。バカめが。くだらん策でその古い隠居を引きずり出したのは誰だ。まったく。妻子を辞任するならば人のせいになどするな。大体なんだこの反乱ごっこは。ずさんにも程があろう。まったく。私ならばもっと周到に巧妙にやりようぜ。旦那様、口をお慎みなさいませ。くだらん騒ぎだった。お前の沙汰は我が子らに委ねよう。父上、母上、お手を煩わせて申し訳ありませんでした。資源、こういう時はまず親の無事を喜ばなくて。は、いえ。お二人が紹介に遅れを取るとも思えず。ふん。ところでシオ、あの者らの始末はどうする。帝、いえ、先帝総坊には退位いただきました。これよりは総監が義の帝となります。紹介とそれに連なった者らは剣石元宝としました。ほう、命は奪わぬか。私ならば三族に至るので処断したであろうが。今や我らに抗うことなどできますまい。ならば生かし使うまで。なるほど、時流にかなった判断だな。さすが我が息子だ、シオ。いえ、すべては父上のお導きの賜物です。Ha ha 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 ha